はい、皆さんどうもこんにちは、バンビーです。今日もねランクマッチやっていくんですけど、本日は最地、アーマーガをね使っていきたいと思います。最地とは何なのかという話なんですけど、ポケモンにはね個体値というのがあって、まあ0から31までね、あるんですけど、まあアーマーガの素早さをあえて0、最も弱いと一般的に言われている数値にすることで、まあ今回はね使っていきたいなと思います。まあこのアーマーガね最地にして何が強いかっていう話なんですけど、相手の構築にいるガチグマに対して、まあ、アーマーガーってね、結構後出しすることができるタイプで、鋼飛行。なので、まあ、鋼タイプでノーマル技を半減。で、飛行タイプで地面技をね、無効というところでかなり強いんですけど、まあ、アーマーガー投げてもガチグマにすることはあんまりないよねってね、結構言われてきました。ただ、なんとこのアーマーガーね、光の壁があるので、S64 ということで、光の壁を張りつつ、ガチグマの下から高校トンボ返りがね、できるというね、ポケモンとなっております。なんか上位でね、ちらほら流行ってるらしいんですけど、まあみんなね、割とこいつにたどり着いてるなというのは感じましたね。で、まあそうですね、初手は、まあママンボウでいいかな。ママンボウ、アーマーガ、羽ばたく神。まあこの3体多分全体をできてるんじゃないかな。まあ強いて言うなら、竜舞海竜なんですけど、まあ竜舞海竜、甘が見て、投げないでください。よろしくお願いします。まああえてね、エスコ対地0で粘ってるんですけど、エスコ対地0の方が、まあ、アーマーガーで上からトンボ返り打つの強くないからね、ガチグマに。シャンデラ、オッケー。まあ、これは、シャンデラに対しては、ママンボウが結構強いし、なんなら、まあ、ミラーコート決めに行ってもいい。まあ、シャンデラからママンボウへの打点って、まあ、草テラエナボとかあったら、ちょっとや、もうめんどくさいけど、まあ、ミラーコートで良さそうなんで、ちょっとミラーコートします。おっと、下、ああ、はいはいはい、まあ、なるほど、オッケー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 。あ、それか、それなのか。それの場合は、いや、ちょっとめんどくさい。いや、これね、何がめんどくさいって、まあ、トリックルームから、まあ、相手、まあ、ローブシンだったり、まあ、ガチグマを暴れさせてくる構築なんですけど、いやー、トリックルームターンを枯らさなきゃいけないからね。まあ、でも、クイックターンでいいかな。これ、まあ、引くよね、そうだよね。まあ、引いてくると思ったんで、まあ、ガチグマが来る可能性は結構高い。ローブシン、ローブシンが来てしまったというところで、いやー、これローブシンで、マジで嬉しくないんだよな。はい。いや、ローブシーン、ちょっと痛いな。ここはね、あんまり見せたくないけど、まあ、アーマーが見せます。アーマーが見せて、ちょっと羽で粘ったりして、頑張っていきたい。で、火炎玉でしょ、どうせ。うん、これ、バカ火力出るんでね、ちょっと、どうしようっていう感じになってるんですけど、まあ、とりあえず一回羽休めします。まあ、多分、ローブシーンの方が下から動くんじゃないかな。はたき。まあ、これでね、食べ残しをはたかれてしまったんですけど、まあ、なんとかなる、食べ残しぐらいだったら。うん。まあ、このね、アーマガ君は、まあ、本来は、まあ、シャンデラのトリックルメイズであるガチグマに対して強いんだけど、ローブシに対してはね、今回 HD なんで、あんまり強くないんだよな。で、トリックルームターンがあと2ターンだから、まあ、一旦ここは羽で粘る。頑張って粘る。ドレインパチも痛すぎる。あ、ただ、あ、全然なんとかなるわ。うん。あ、全然いい、全然いい、全然いい。いや、今回のね、アーマーが HBD にしてるんで、まあ、そこそこの、硬さはありますね。で、ここは、まあ、高校トンボ返りから、羽ばたく神に繋いでもいいんですけど、最大打点が、ドレインパンチだと思うんで、まあ、ここは神に引きます。で、トリックルームを枯らしつつ、まあ、ここでしっかりと羽ばたく神を着地させることに成功していく。オッケー。ドレインパンチ、すかす。ナイスナイス。これはね、なんとかなったな。で、まあ、これ気をつけなきゃいけないのが、ローブシンの鋼テラスなんですけど、今回、まあ、ローブシン、ここでノーマルテラスは絶対切ってこないだろうというところを考えて、5テラシャドーボール。まあ、ここでガチグマが投げられる時だけ、まあ、恨めるんですけど、ガチグマは、メガネ神に後投げはできない。だから多分ここね、テラス切ってるんじゃないかな。オッケー、危ない。まあ、アーマーガーっていうポケモンね、耐久高いんで、まあ、今回、概要欄に貼ってある調整なんですけど、まあ、ガチグマ見たいんで、まあ、D は振ってるんだけど、D 振り切る必要はなくて、結構過剰だなと思ってて、光の壁もあるし。なんで、ま、両受けできるぐらいには、調整しております。いや、これね、多分、鋼か炎だと思ってるんですよ。いや、そうだよね。いや、これ強い。メガネ、シャドーボールじゃ多分落ちなくて、メガネ5テラシャドーなら、まあ、ダメ系してないけど、まあ、落ちるでしょ。ダメ系してないけどね。まあ、俺のダメージ感覚がローブシンぐらいだったら落とせると言っている。オッケー。まあ、これがね、今結構ね、上位で流行ってるアーマーガーの使い方ですね。まあ、S を最低値にする。これ大事です。
あの S 最低値にしてないと、まあ、今回のガチグマ多分相手取れる仕様なんで、まあ、ぶっちゃけアーマーガンより下から動いてくると思うんで、まあ、あんまり最地粘った意味は、まあ、ないんですけど、まあ、本来であればガチグマって、まあ、ちょっと S 打ったりするんで、アーマーガン S0 にすることで下から動けるという感じになっております。まあ、ここはママンボ引きます。これ偉いですね。で、まあ、相手トリックルミネースのガチグマを裏に控えさせていた場合、まあ、大体アーマーガーで積むと思ってるけど、でこれは一応まあ、熱湯でいいかな。上から動くと思うんだよね、シャンデラ。うん、そうだよね。これで、あの、ミラーコートとか押してもよかったんですけど、まあ、ミラーコート押してよかったんですけど、クイックターン押した時に、Dダウンしないで。オッケー。で、ここは、まあ、ミラーコートでいいかな。エナボ耐えそうなんで、ミラーコート打って、オッケーで、一匹持ってって、いや、いいな。ママンアマがいいな。結構いいですね。ママンボウね、まあ、ガチグマに強いと言っても、ノーマルテラス、ブラッドムーン、ハイパーボイス受からないので、そういう意味では、なんかママンボウであってもガチグマ受けは必要で、これでアーマーガーが生きる。で、アーマーガーってね、D 振ってると結構腐りにくくて、まあ、エナジー神とかにも後投げ余裕でできるし、なんか結構強いですね、そこら辺は。で、これは、まあ、ママンボウよりも多分先動くよね。ちなみに、ママンボウの S が最低値、ま、あ、そう、ママンボウも S0 で63で、アマが64なんですよ。まあ、こういうのがね、よくできてるんですけど、これ多分上から動けるんで、ママンボウが。だから、アーマーが引いて、光の壁、貼って、で、まあ、トリックルーム化だと、逆にこっちが下から動けるのかな。結構ね、難しいんだよね、これ。真空波、はいはいはい。これ S 粘ってないのかな。弾、はいはい。弾はちょっとやばいので、まあ、一旦光の壁からでいきます。ブラッドムーン。まあ、ちょっとやばいと言っても、まあ、やばくはないっすね。で、光の壁張って、やっぱ S 相手下に粘ってますね。まあ、ガチグマ、トリックルームガチグマ以外は、アーマーガーの S0 が生きるんで。はい、でもこれで、跳ねしていいかな、玉ダメ稼いで。跳ねして、で、まあ、トンボ返りでママンボを切って、ハイパーボイス。あ、これはもうそもそもアーマーガーで勝ちだな。なのでなんか光の壁からトンボ返りで神とかに繋ぐっていうのがね、結構ガッチグマ対策には持ってこいですね。まあ、アイヘデイか。まあ、今回は上取ってるんですけど、トリル以外では下取るっていう。まあ、この状況においては上取る方がでかいけどね。アーマーガーで勝ちなんで。はい、ブラッドムーン。まあ、弾でもね、やっぱアーマーガー、あのね、アーマーガーってポケモンぶっちゃけ俺はそんな強いと思ってないんですけど、ただガッチグマが来たおかげで強くなった感じはありますね。まあ、いいや、アイヘデ。まあ、相手で削って、まあ、玉ダメ稼いで、で、まあ、トリックルームガチグマ自身はできないので、相手で勝ちと。で、光の壁がないと、結局、下からトンボ返りしても、これ、まあ、光の壁が結構重要だね。光の壁がないと、まあ、本来下からトンボ返りしても、幅紙がさ、ワンパンできない場合は、まあ、相手から、めっちゃダメージ食らっちゃうんで、まあ、この光の壁が、ちょっと優秀ですね。まあ、一応、跳ねしとくか。一応、なんか、まあ、負けないけど、跳ねする必要ないか。一応跳ねしときます。はい。まあ、突破されてももうトリックルームターンが終わってるんで。はい、ブラッドムーン食らう。で、アイアンヘッドでいいかな。光の壁がなくなった。うん。まあ、これでね、うまいこと。まあ、ガチグマ投げてくれたら刺さりますね。で、ガチグマ投げられなくても、神とか、まあ、特殊ポケモンとか、海竜とか、まあ、幅広く見れる HBD 振りなんで。なので、まあ、アーマーが腐りにくくはあるかなと思います。ただ、単純なクッションのトンボ返りだけだったら、やっぱママンボのが強いね。ということで、対戦相手のニカザランさん、ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。ガチグマいるね。ガチグマいるということは、アーマーガを投げたい。そして、ガチグマの取り巻きを見ていくと、ハッサム、海竜、この世、ハバカミ、パオジアンでしょ。なんか、アマガが腐りにくいよね。ガチグマが来なくても。まあ、なんで、まあ、これは、アマガ投げたい。ただ、アマガ、どうしようかな。ママンボウもね、まあ、刺さり悪くはないんだよね。パオジアンをどうケアしていくかっていう話で、まあ、この構築ね、ちょっとパオジアンはパオジアンの同速だったりが結構必要になってくるので、どうしようかな。アマガから入るのありなのかな。ただ、ガチグマ用に取っておきたい。
まあ、ヒートロトムも悪くないな。マまんぼうじゃなくてヒートロトム投げるか。まあ、相手の初手が非常に重要なんだけど、どうしようかな。トム、アマが神でいくか。これなら、全体的に見れてそう。まあ、ヒトムはちょっと HP 大事にしとかないと、ハッサムが重くなっちゃうんで、まあ、本当はね、アマが初手が良かったんだけど、アマがこの世対面できたとき、命がけ絶対打たれるんだよね。ヒトム、まあ、ヒトムを打たれるか。この世が、いや、そう、この世がね、ちょっとめんどくさかったんだよね。ただ、まあ、どうせステルスロックとか巻いておきたいと思うんで、まあ、ここはね、まあ、泣く泣くボルチェンで。あ、はい、まあまあまあ、全然いい、全然いい、全然いい。これで、まあ、ボルトチェンジを打つことで、まあ、この世猿のタスキを剥がしましたよと。で、まあ、こうなると、まあ、この世猿、はばかりを見せたときに、照らしなきゃいけないか、まあ、捨てるかの、まあ、二択が生まれていますと。で、そうなったときに、これね、実は、ゴーストテラシャドウウォールが刺さるんじゃない。まあ、5テラ切らなくても落ちんのかな。いや、無理だな。さすがに落ちないな。まあ、5テラでいいな。5テラシャドウウォール打っていきましょう。で、これ、ムーンフォースの体勢をつけるために、この夜空がするテラスって、いや、そうだね。これね、強いわ。5テラシャドウが強い。まあ、大体、鋼炎、ノーマルはない。あ、俺のテラスだった。ああ、俺の、相手のテラスだと思って。ダイオネとかちょっとドヤ顔してたけど、これ多分テラス切ってないな。ああ、まあまあだったら無法でよかったけど、まあこれね、相手のテラスからのフントとかまで考えると、まあこの動きしか取れないですね。はい。まあまあまあいいでしょう。まあこれで一応ハッサムのバレットパンチに対しても、まあシャドーボール打つことができるんで、まあそこはね、まあギリギリ解決できてるかなと。そしてハッサム。これはもう捨てます。まあハッサムに剣舞とかされるのも嫌なんで、まあここはもうシャドーボールで捨てます。で、まあ、これヒートロトム見てるんで、まあ、もしかすると、まあ、トンボ返り打ってくるかも、可能性もあるんだけど、まあ、大体はたきかな。あ、いいダメージ。相手直帰じゃないね。直帰か？はたき。ダメ感がわかんなすぎる。メガネゴテラシャドウもね、ダブリアスとか持ってくんだよね。いや、これ直帰か。ってなると、HA チョップとか、そういう、レベルですね。で、ラスト1体、まあ、多分ガチグマなんで、アーマーガでガチかな。うん、ロトム投げましょう。いや、なんかでもちょっとおかしいな。本来であれば、はばかみを取っておきたかったんだけど、これ、剣舞、水テラとかされるとちょっと痛かったんで。まあ、ここはね、本体イカ様を押したいけど、ガチグマバックあるんで、オバヒかな。バレット、OK。まあ、当ててほしいな、できれば。ステルスロックとか巻かれちゃってるんで、OK 当てていく。ナイス。で、あとは、アーマーガーとヒトムで、ある程度全部見れてるというところで、まあ、どうしようかな、これ。アーマーガーで押していってもいいけど、まあ、ガチグマが来るんだったら、羽ばたく神。あー、オッケー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 。え、これがアマガの偉いところで、まあ、アマガってね、だいぶ腐りにくいんですよ。だからそこは偉いですね。で、ここはね、まあ、瞑想。まあ、瞑想あるからな。でも、一回デンジャーかな。オッケー、まあ、オッケーとは言い難いけど、まあ、ここはちょっと、デンジャー出て、運ゲを仕掛けに行く。やっぱガチグマね、そう、一戦目は来てくれたから良かったんですけど、まあ、ガチグマね、アーマーガー見たら投げづらいんですよね。なので、なんか汎用性を保てないと、まあ、そもそもガチグマ対策と言えないところがあるんだよね。ガチグマ、まあ、戦士択になるんで、まあ、そういう意味ではアーマーガーはギリギリ戦士択にならないんじゃないかな。B も振ってたりすることで。まあ、ここは下からなんで、ボルトチェンジ打って。いやー、これ水テラスだと負けだな。水テラスだときつい。で、逆にフェアリーだったら、まあ、大体いけるかな。フェアリーだったら大体いける。まあ、麻痺があるんでね。はい。これでもきついな。ガチグマだったらガチだったんだよ、こんなの。ただ、やっぱガチグマじゃないときにね、アーマーがちょっと難しいよな。で、食べ残し回復。まあ、これはね、アイテムの中で一番生きるアイテム選択はできてるかな。ただね、まあ、とりあえず光の壁張ります。はい、痺れていく、オッケー。でもこれね、テラスしてこないんだったら多分勝てるな。あ、まあ、まあ、ヒったらめちゃめちゃでかいけど、アマが D 食ってるんで、急所とか当たんなければいけるかな。か相手、テラスしない理由ないよね、多分これ。ここ、相手で、次も相手で。で、この光の壁は、まあ、神に対して結構強く動くこともできますね。瞑想、はい。いや、どうなんだろう。まあ、動かれてても、壁、羽休み、相手で、まあ、そこまで大事態なこと、まあ大きな問題にはなってなかったと思うけど、まあ結局、まあ、はばか
みと照らす次第ですね、これ。まあ、水炎じゃなければ多分相手で押せると思うんだけど、まあ、D アーマーがね、結構硬いんで。で、今回は B ちょっと打ってるけど、まあ、D もっと振ってもいいのかな。いや、でも、B 欲しいな。うん。まあ、ここは相手でいきます。まあ、急所とかね。あ、ミラーアーマーでね、シャドボ D ダウンはね、ケアできてるんで。まあ、急所ぐらいじゃない。待って、水テラスなんだ。それは偉いわ。それは偉い。それは無理だな。ノーマルか。はい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 。まあ、ノーマルだったら、まあ、ノーマルだったらいけると思うけどね。よかったー。ミラーアーマーでよかったー。今、ミラーアーマー忘れてたわ。これ、あ、これあれだ。シャドーボールない、めっちゃ硬いやつだわ。うん、これはね、いやでも痛み分けとかあんのか。でも、瞑想身があり、甘え、あ、ないよ、ないわ。これも勝ちですね。これ甘がのいいところ出たんじゃない？ガチ馬が来なくても、ミラーアーマーのおかげで、甘える入らなかった。いや、これなんか、ま、ぶっちゃけ噛み合ったところあるんですけど、ま、シャドボ水テラスだったら負けてましたね。というところで、ま、アーマーがマジでガチ馬に対しては、唯一無二だし、絶対 S0 トンボの方が強いと思います。ま、もちろんね、追い風とかもあるんだけど、まあ、甘がって結構ガチグマには強いけど、出して何するの問題がね、あったんで、まあ、そこをね、S0 で、トンボで解決できてるのかなと思っています。まあ、よかったらね、ガチグマにね、サイクルを回したいとか考えている方は、この甘がね、まあ、腐りにくいので、よかったら使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。